身長伸ばす7神商品3選身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長整形こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人は今すぐチャンネル登録絶対にした方がいいですよ。今日お話しさせていただくのはね、もう本当に超ためになるね。身長伸ばしたいね、そこのあなたどうですか？身長伸ばすために何かできてることはありますか？それともですよ、何もしてないなんてことはないですよね。身長伸ばしたい、あれをしたい、これをしたいだけど、実際に何をしたらいいか分からない、今すぐできることを知りたい、そんなあなたに今日はお伝えしたい。身長先生のクリニックに行きたいんだ、しかし遠くて行けない、その言葉を毎日に耳にするね。ただし今日お話しさせていただくのはセブンイレブンいい気分。セブンイレブンね、皆さんご存知ですよね。日本になんと2万店舗もあるそうですね。身長先生のクリニック当たった一つ、セブンイレブンは2万店舗ということで、身長先生のクリニックに来れないあなたにもですよ、今日はお伝えさせていただく、セブンイレブンに行ってすぐにね、買える身長を伸ばすのにね、有益な商品を3つお伝えしますのでね、ぜひね、最後もね、見ていただいて、この動画見終わったらですよ、今すぐ買いに行きましょう。身長ね、本当にね、伸ばせるタイミングっていうのは決まってるんですよね。20歳、30歳、40歳だったらね、ちょっと伸ばすの難しい。20歳であればまだギリギリいけるかもしれないけども、30歳ではもう絶対無理ですよね。ですから、今まさに身長伸ばすことが大事なわけですから、今すぐやってください。そしてですよ、今日お話しさせていただくね、ポイント、もう一度振り返りましょうね。身長伸ばすとき何が大事だったかもう一度ね、お聞かせください。はい、その通りですね。食事が最も身長にとって大事だというふうに言っても私はね、過言ではないと思ってます。身長を伸ばすために生活習慣を改善しましょうってお話で、今までね、10回20回30回100回とねやってきましたけどもね、その中で最も大事な生活習慣、食生活です。今日はですからですよ、セブンイレブンいい気分、こちらの方で買える食品としてね、皆さんにおすすめしたいものをねお伝えしたいと思ってます。この70年間ですよ、日本人の平均身長約10センチ改善したわけですけども、それはおそらく栄養の改善になるわけですからね。さらに皆さんはね、このね動画を見ていただいて、もっと改善していただいて、もっと身長伸ばしていただく、ぜひ実行していただきたいというふうに私は思っているわけです。しかしどうですか皆さん、忙しいんですよね。皆さんもね、学生といえどですよね、部活に行ってね、塾に行って、習い事に行ってね、もう遊ばなくちゃいけない、もうね忙しい、もうあっという間に一日が終わってしまうね、食生活なんか意識してる暇がない、そういったね状況に置かれていると。しかしコンビニにはよく行っている、ね、間違いないですよね。皆さんコンビニに行ってますよね。私知ってますからね。今回ですよ、ちょっと調べさせていただいたデータによるとですよ、経済産業省第3回コンビニのあり方検討会っていうね、経済産業省はねコンビニのあり方について検討してる会があるなんてことで、今回私もね調べて初めて知りましたけど、そこのデータによれば9割弱の人が週に3から4回もコンビニ行きそうですよね。皆さんも週3回コンビニ行ってるんじゃないですか、どうですか？私身長先生は週7回行ってますね。本当にコンビニ行きますよね。何かあればコンビニ、もうすぐコンビニってことですよね。そんなコンビニで買える、ね、商品をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。もしね今日お話しする内容ね知らずにですよ、もうコンビニ行き続ける人生と、今日お伝えする3つの商品をですよ、しっかりと頭に叩き込んで、これからね週4回コンビニ行くのでね、5年後の身長はねもう全然違ってくるわけですからね、もう今日の動画必見でございます。それでは行きますよ。身長伸ばす7神商品3選ということで、一つ目にお伝えするのが、じゃーん、素焼きアーモンドですよ、こちら。皆さん、アーモンド食べてますか？アーモンドね、素焼きのアーモンドを食べてください。こちらですね、セブンイレブンのね、人気商品ということですね。こちら、なぜ一つ目に選んだかを解説させていただきます。1950年からですよ、現在までにですよ、大体ですよ、身長が10センチ改善したのは、栄養の改善だという話をね、させていただいたんですけども、その中で大幅に改善したものは何でしょうか？タンパク質。タンパク質の摂取量が1950年、60年から比べるとですね、今2020年でものすごく摂取量が増えている、ね。それが身長にとってプラスになっているっていうね、可能性がね、言われている。で、なおかつ過去のですよ、動画でご説明させていただきましたけども、タンパク質の摂取量が多い国の方が身長がですね、高くなる傾向があるなんていうふうに言われてるんですけども、タンパク質、実はね、この素焼きのアーモンドに結構含まれてるんですよ。これなんですよ、100g あたりの
タンパク質量が 21.1g ってことで、多いね。これ結構だからしっかりと取れるわけですよね。アーモンドはね、何がいいかっていうとすぐ食べられちゃうんですよね。だからそこがすごく便利。しかもこれどうですか、皆さんのバッグに入りますね。皆さんのバッグね、小さい人も大きなバッグの人もいるかもしれない。だけどこれはさすがに入るでしょうってことでね、おすすめになります。しかもアーモンドね、タンパク質が多いだけではありません。パワーフードとしても有名ですね。抗酸化作用があるなんてね言われたりもしますし、ビタミンの E がね含まれるなんても言われたりもします。そしてなんとですね、亜鉛も含まれるなんて言われたりもしますね。本当ね、もう調べれば調べるほどね、体にいい食材、そして身長にとってもプラスな食材、食物繊維も含まれるそうですからね、野菜嫌いのあなたにもちょうどいいかもしれないね。お子様はね、野菜が嫌いな人が多いんですよ。だからね、こういったんで逆に、ね、食物繊維を補充するというのももしかしたらいい選択肢かもしれませんね。参考になりましたでしょうかね。身長を伸ばす7神商品参戦、2つ目お話しさせてください。2つ目のね商品いきますよ。これじゃじゃーん、どうですかこれ。定番中の定番きたって感じだと思うんだけども、今日お話しさせていただく2つ目の商品はですよ、低脂肪牛乳ってことで、こちらの商品ね、なんとですけども、生乳からですね、乳脂肪分だけを取り除いたヘルシーな低脂肪牛乳です。乳製品は身長にとってプラスに働きますね。かなり前の昔の動画になるんですけども、乳製品は積極的に摂取したことをあまり摂取しない子を比べた時に、乳製品を摂取した子の方ですね、身長が伸びるなんてデータもありますし、国別に見た時に摂取量が多い国の方が身長が高いというデータもあります。ただし一方でなんですけど、乳製品に関して言うと牛乳有害説なんていうのをね唱える方もいらっしゃるというのが今の現状になってます。でそれ全てがいいというわけではない。ただし身長というとおそらくプラスでしょうというところなんですけども、その中ですよ、私個人の見解としては牛乳有害説の方があまりそこまで心配してません、まあ、特にお子様の身長に関してはですけども、ただし一つだけ注意点があると思います。乳脂肪分ですね、動物性の脂質ですよね、動物性の油が含まれるのは事実になりますので、そこはカットしていただいた方がもしかしたらいいかもしれない。そこをですよ、低脂肪牛乳ということですよね、動物性の脂質をカットしていただいたということで、もう本当これはね完璧な商品ということでね、2つ目に紹介させていただきました。そして3つ目のね商品がじゃーん、ビーフジャーキー。3つ目はねビーフジャーキーなんですよね。皆さん意外だったでしょうね。素焼きのアーモンドと牛乳、もしかしたら想像当たってた方もいらっしゃるかもしれない。しかしどうですか、ビーフジャーキーは当たらなかったでしょうね。これはね超面白いんですよ。今回ねすごい面白くて最後に持ってきました。これがもうもしかしたら今日一番おすすめかもしれない。おすすめの理由を今から説明するから、このチャンネルを閉じないでお願いしますってことでね、最後もね見てくださいよ。このねビーフジャーキーね、なぜかまずは1袋 45g あたりのタンパク質 20.6g ってことでね、先ほどね 100g あたりね 21g でねアーモンドをお話しさせていただきました。ちなみにですけども、牛乳はですねコップ1杯あたり 6.8g、 タンパク質が 6.8g、 そしてこのビーフジャーキーね脅威のですよ 45g で 20.6g ってことで、めちゃくちゃタンパク質豊富ってことがね分かるんですよね。しかもですよ、過去に紹介させていただいていると思うんですけども、牛肉、鶏肉、豚肉、まあいろんなですお肉があるわけですね。でお肉の中でですね、最もですけども身長にとってプラスに働く可能性があるのはどれかって言うと、今の段階では実は牛肉なんですね。これも面白いんですけども、鶏肉やですね豚肉よりもですね、統計学的に見て牛肉の方が、ね、身長にとってプラスに働くかもしれないようなデータもあったりするんですね。ただしですけどもね、牛肉を食べる国の人とかの裕福な可能性があるので、他のねいろんな因子も絡んでるので、まあ、なんとも言えない部分もあるんですけど、牛肉がいいなんていうふうに言われたりもするんだけどね、当たり前ですけども、このねビーフジャーキーは牛肉からできてますってことでね、本当にいい商品、これすごいの見つけてきちゃった。さらになんですけども、このビーフジャーキーね、新潮先生がね18番でやっているあの栄養素ね、ズバリですよ、亜鉛がね含まれてるんですよね。口酸っぱく私がお伝えしますかね、実際どれくらい含まれてるかちょっと紹介させていただきたいと思います。例えばですよ、亜鉛のまあ代表的な食材、牡蠣。牡蠣って食べます？皆さんね、オイスターバーとか行きますよね。1年に1回か行かないかね、高級食材でそもそもなかなか手に入らないしね、なかなか調理も難しいしってことで、なかなか手に入れるね難しい食材、牡蠣に亜鉛が多く含まれる。 100g あたり 13.2mg ね、その牡蠣よりなかなか摂取することができない。しかもね、牡蠣結構苦手な人もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。次、亜鉛が多く含まれる食材ってことでね、豚のレバーってことでね、レバーレバーレバー、先日ねお伝えしたんですけど、レバーにね多く亜鉛は含まれるわけですね。 100g あたりですよ、なんと 6.9mg ね含まれるということなんですけどもね、豚のレバーも食べる機会やっぱり少ないですよね。そもそもどこで手に入れるんだってことね、そんな豚のレバーにも多く含まれるってこと。
そして今回ね、紹介させていただくね、この新調の最強食材ってことで、ビーフジャーキーにどれくらい塩が含まれるかってね、ちょっと説明させてくださいね。なんとね、ビーフジャーキーに含まれる 100g あたりの亜鉛の量が 8.8mg ですってことでね、なんとあのレバーよりも多くの亜鉛が含まれてる。牡蠣にはさすがに負ける。ただし豚のレバーよりも実はビーフジャーキーの方が亜鉛が多く含まれるってことでね、しかもこんな簡単にね、セブンイレブンで手に入るなんて、ね、この食材も夢のような食材ですよね。タンパク質も多く含まれる。しかもね、肉の中でもさ、牛肉というね、最もね、新調にとってプラスに働くと思われる食材。なおかつ皆さんが欠乏しやすいね、亜鉛が含まれる。しかもその亜鉛はなんと豚のレバーよりもですね、100g あたりの含有量は多いということでね、もうほんとね、もう今すぐ買ってほしいね、これも。こんな食材、私もね、今回ね、こういうふうにセブンイレブンのこと調べさせていただいてね、初めて気づきましたね。ビーフジャーキー最高。僕もね、新調先生ビーフジャーキー作ろうかなと思っちゃうからね。ということですよ、皆さんね、もう一回復習させてくださいね。まずバッグの中に入れるもの、アーモンドね、素焼きのアーモンドを今すぐバッグに入れてください。そして家に帰ってきてまず飲むドリンク、低脂肪牛乳ね、低脂肪牛乳を飲んでください。そして低脂肪牛乳のおつまみはビーフジャーキーですね。パチパチパチってことで、今日最強のねセット見つかりましたよね。本当皆さんね、どうだったでしょうかね。身長伸ばすのにね、本当なかなか身長先生のクリニック遠くていけない、そんなあなたもですよ、すぐ近くにセブンイレブンはあるはずです。こちらの方ぜひ購入していただきたいことね。最後にもう一度復習させてください。1つ目が素焼きのアーモンド、2つ目が低脂肪牛乳、そして3つ目、最も今回ねおすすめなのがビーフジャーキー。これをね、本当に皆さんに食べてほしい。なぜならばタンパク質、亜鉛ね、両方含まれるね。しかもね、亜鉛って食べにくいものが多いってのが一番難点だったにもかかわらず、これ食べやすいね。私も大好きですけどね、これを食べてですよ、今すぐ皆さん身長を伸ばしましょう。それでですね、今ねこの動画をね見終わったらセブンイレブン行ってください。それでは身長一緒に伸ばしましょう。身長ビヨーン、バイバイ。